申し訳ありませんでした。劇場版ご機嫌帝国です。今日はメンバーにドッキリを仕掛けたいと思います。今日私は寝坊して遅刻しちゃったことにして、寝坊して遅刻しちゃったんでこう頭を丸めてきましたっていうドッキリをしたいと思います、というわけで、寝坊して遅刻したら頭を丸めれば許してもらえるのか検証。では早速、メンバーに謝りに行きたいと思います。これなら許してくれるだろう。行ってきます。でなんか餌を胃に詰め込んでなんか肝臓の病気にした状態のやつがフォアグラらしいから、なんかずっと病気のままなんか言ってるんだって。そうなんだ、うわ、やだ、フォアグラ、ね、でもなんかそう思うとさなんかもう病気の肝臓を食べてるって思うと気持ち悪くなるよね。知らなかった。待ってます。はい、では行きたいと思います。本当に申し訳ありませんでした。何が起きたの？遅刻してしまった反省のために頭を丸めてきました。かぶってんじゃん、なんかゴムみたいなやつ。申し訳ございません。何かぶってんのそれ？何？かぶってる。かぶ？何でそっち？何そっち？ちょっと見てるかも。え、てか髪染めた？申し訳ございません。銀髪？銀髪なんじゃない？これはちょっと剃り残しって。剃り残し。剃ってないじゃん。頭を丸めてきました。反省のために。いや反省してないよ全然。この通りです。いやこの通りふざけてる。許してください。この通りふざけてる。申し訳ございません。やばいぞ。え、柔らかい。あったかい。ずれた。ずれるその顔。顔つくんだって。申し訳ございませんでした。めっちゃつめるのにあいつ。痛い。申し訳ございません。ふざけてません。クロスが抜けた。ありがとうございます。何が今後はこのようなことがないようちょっとずつ盲信してまいります。え、どっちの意味でこのようなふざけた展開がない？ふざけてません。じゃあみんな、もし白畑悦穂がふざけてるって思った人はグッドボタンをたくさんみんな押してください。絶対ふざけてるよねみんな。絶対ふざけてる。やっぱいいね、いいね、グッドボタンめっちゃけてたら悦穂がふざけてるってことだからね。ふざけてません。みんなふざけてると思った人はみんないいねボタン押してください。そして劇場版ご機嫌帝国では今5万人を目指してチャンネル登録者数5万人を目指して頑張ってます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。またね。ふざけてません。何もかも全部やめちゃおう。明日から二度しよう。何もしない、もしよう、朝日と共に寝よう。嫌なこと全部投げちゃおう。無責任に二度しよう。終わりの
ダラダ